さあ、お待たせいたしました。それではですね、ただいまより TC1 クラス A ファイナル勝ち上がった10人の選手を紹介してまいりますので、拍手でお迎えください。さあ、いきなり登場、カナンバー10番、小学校4年生、若狭幸之助。カナンバー9番、飯田雄生。カナンバー8番、小野田美博。カナンバー7番、松原隆博。カナンバー6番、平田俊明。カナンバー5番、平野光。カナンバー4番、本田正樹。カナンバー3番、長谷川恭平。カナンバー2番、原富子。そして PQ、カナンバー1番、スモーイ正樹。さあ、それでは高校生は行きましょう。1番の坪井さんからどうぞ。原、長谷川、本田、平野、平田、松原、豊田、飯田、岩田。3球してください。ウォームアップ3球、その後ストレート、バックストレートで神谷の看板から投げていただきます。次のチームツアー2024サポーティッドバイ楽星モデル TC1 A ファイナル決勝サポーティッドバイゼロフライマーシャル OK、 ドライバー OK、バーッオンザトーン。いいよ。さあ、まずは立ち上がり、不安定なマシンを眺めながら、眺めながら、そして接触を浴びながら、いい本田か、本田が振り上がったか。さあ、サンバ空港がかなり激しくなってくる中、前に2台で飛び出した。やはり、非常の腹中、早くも待ち受けになるのか。ちょっと暴れている、長谷川が暴れている。さあ、その時間に本田が前に出た。3番手以降がかなり接近してきている。さあ、ラン前2台、前2台、ドイツは先頭を、その後ろ、原が追いかける、タイムとほぼない。そしてピンクのマシンは、ホタ、長谷川、平野、平田、大野田、飯田、若狭、幸之助は9番手、そして最高峰から松原という展開です。まだレース5番、40秒経過。ああ、各社、電車ペースは調子に、それが、おっと、多少はあるかな、中段以降、緑のマシンが、なったか、あれは、緑だが、さあ、戻ってくれば分かるか。さあ、誰がどうなった。まずは先頭、坪井、原とのタイム差が0秒28でバックストレート。さあ、原は完全にロックオン、坪井のロックオン、しかし坪井も簡単に内を開けません。さあ、3番手、原と長谷川、原と長谷川、長谷川、ほさあ、本田ですね、本田が前、本田。さあ、その前に行ったのは平野か、平野の前に行ってた長谷川は少し下げて現在5番手、平田、小野田、小野田の前に来る、うわー、すごい。さあ、平田が来る、平田が来る。あーっと、接触する。大野田が前に行った、大野田が行った。平野、平田、長谷川、飯田優勢、若狭幸之助。さあ、そんな中、先頭争いはドライバースタンドの前に戻ってきて、坪井、それから原、長谷川が後ろに下がったかな。さあ、3番手以降もわからないよ。バックストレート沈黙、黄色と紫が坪井、そして原チームは白に青、赤。ホームストレート、しかし離れたところで 4番手か、いや3番手か、本田が現在3番手、大野が4番手、平野、平田と続いて、飯田が上がってきました。若の頃で、若田幸之助現在8番手、若田幸之助は8番手、松は長谷川最高、本田の展開。さあ、2分10秒、まもなくで取り返しが近づいてくるところ、中間予定もまだ出るか、1点差で、ここですね、坪井と原中、ずっとやり合って、タイム差0秒と、ホームスタンドの前。さあ、これからインフィールドを決めたいと、これから戻ってくるバックストレートに向かう、クロリが見える、原が追う展開で、さあ、そこで大丈夫、かなり余裕があるか、タイム差0秒6、戻ってきて、そのタイム差どうなる。2人とも14秒7がベストラップで来ている2台、タイム差0秒6、すごいと原。本田が現在3番手。さあ、現在トップバッターは坪井と原ですね。さらに本田が3番手、大野田が4番手。その後ろ、平野、平田あたりもやってる。平野、平田がやってる。さあ、ストレートへと、飯田も加えて、大野に7番手がかなり接近してきている。で、3分10秒抜いたところ、本田、これから大野田がこれからドライバースタンドの前に戻ってくるか、その後ろの3台が大接近。さあ、平野、平田、飯田、さらに若狭幸之助、その後ろ、ちょっと離れて松原の最高峰、長谷川の陣内を遅れる展開になっている。さ
3分20秒経過。さあ、トップ争いが集団遅れを作ろうかというところ、飯田雄生の後ろに先頭を来ています。まだ時間して、まだあれね、まだね、今これからドライバースタンドの前に戻ってくる。黄色の紫が現在先頭、原中2番手。長谷川を置いて、サウンドランクの本田、ピンクのマシンが戻ってくる。すぐその後ろにオレンジのノールの大野が来ている。さらに、キラーノが行って、倉田が行って、飯田が行って、渡辺さんが戻ってくるという展開です。さあ、ドライバースタンドの前に、すごいと原が戻ってくる。レース早くも4分、残り1分というところ、残り1分というところ。さあ、バックストレート、バックストレート、原チームは、もう一度、二度、チャンスはあるのか、つぼいがこのまま抑え切るのか、原チーム仕掛けることができるか、さあ、トレンスティング、レース残り50秒、さあ、中間線の争いは、トップアウト2台にほぼ絞られている、今、ようやくホンダのマシンがホームストレート、ここは6秒離れているので、さあ、トップアウトは、この、ドライバースタンドの前に戻ってきた、黄色紫と、白青赤、さあ、つぼいか、原か、残り30秒で待ちます。残り30秒、さあ、原中仕掛ける、しかし、つぼいがしっかり抑え込んでいる、さあ、この2台がこのまま行くのか、残り20秒、残り20秒、松田の力を気をつけて、先頭はでも、まあね、大丈夫だね、残り15秒、残り15秒、さあ、ファイナルラップに入るぞ、トップ争いが、ラスト1周の勝負に入る、残り9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、ここでタイムアップ。さあどうする、さあどうなる、すごいな、すごいな、組み手抑え込んだ。そして第3位にはホンダ、そしてオレナ、ミラノ、平田、飯田、若狭康介、第8位松原、長谷川、組長、ガッツボーン、カモン、電車ゴール。今回はフルスロットルしないでね、組手を壁にドンしちゃダメですよ、大丈夫ね。あー見事決めた TQ 強いまさき、おめでとうございます。いいね、このスケちゃんと写してや、皆さん車の角度もうちょっと横くっついて、もうちょっと横くっついて、カメラ見てくださいね、カメラ見てください、ミヤノ見てください、はい、ミヤノ見てください、ミヤノ見てください。続いては TC1 クラスの各メイン優勝の選手発表してまいります。まずは D メイン、見事制覇したのはカーナンバー1番上田選手、おめでとうございます。まあそして C メイン、見事に制覇したのはここから来たんですよね、カーナンバー1番若狭康介。まあそして B メインを制覇したのはカーナンバー2番からの逆転勝利、飯田雄生、おめでとう。さあそして、勝ち上がりの選手2名を加えてトップ10ということになりました。 A ファイナルの選手を紹介してまいります。まずは第10位カーナンバー3番長谷川選手、第9位が松原選手、おめでとう。そして第8位に若狭康介、第7位飯田雄生、そして第6位が平田選手、おめでとう。第5位が平野選手、まあ、そして第4位は小野田美宏選手、まあ、表彰台です。第3位はカーナンバー4番から来たピンクのマシン、本田選手、はい、お越しください、お越しください。チーム TM サーキットやりました、おめでとうございます。まあそして激戦のトップ争いでした。最後まで見せ場たっぷり。第2位はカーナンバー2番から来た原中、予選から光り輝くいい走り、表彰台の一角を占めました原中、お見事でした。そんな本田原を見事に抑え切って TQ 運位を決めたのは黄色と紫、夕べの夜遊びも光り輝いていたつぼい組長まさき。
夜の帝王がやってまいりました。ああ、それに合わせるかのようにコースがだいぶ暗くなってきましたけれども、ね、夜になると一段と輝きを増します。空調こうで、こうで、こう、これでいい。はい、はい、じゃあ行きます。これさんがちょっとプレートがちょっと前にこう、あ、プレートね、ごめんなさい、角度、そうそうそう、はい、行きますよ。はい、3人で、はい、3人で、はい、にこやかに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 、一人で、そうそう、かわいいじゃん。いいね、いいよ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 、悔しい、すげえ悔しいんだけど。はい、おめでとうございます。今一度上位3選手に温かい拍手お願いいたします。さあ、今度は皆さんがこの3人を倒す番ですからね、頑張っていただきましょう。まだファイナルラウンドもありますんで、頑張っていきましょう。